南極における、領有権主張南極における、領有権主張南極での領有権主張複数の主張で、重複地域あり、オーストラリアノルウェイイギリスチリアルゼンチンニュージーランド、フランスこのページでは、南極における、領有権主張の一覧を示す。南極は19世紀に至るまで無人地帯であったが、20世紀に入り、一部の国は探検の成果等により領有権を、 主張した。イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、ノルウェーの5カ国は、それぞれの主張する地域を重ならないように調整した上で相互に領有権を承認していた。これに対して、アルゼンチンとチリが、イギリスの主張する地域と重なる地域に、独自の領有権を主張して、対立を深めていた。これらの領有権主張は、1959年に、 契約された南極条約の第4条によりすべて凍結されて今日に至っている。しかし、凍結のままであり、放棄、否定されたわけではない。多くの国はセクター主義で領有権主張を行っている。なお、マリーバードランドを含む成形90度から成形150度にかけての地域は、現在のところどの国も領有を主張していない、無主地である。上記の 南極領のうち、イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランドは南極用の郵便切手を継続的に発行している。また、チリも切手を発行したことがある。本土でも使用可能なオーストラリアを除けば、いずれも南極でしか使用できず、実際の使用例も少ない。ありがとうございます。